どうやら爆発も収まったみたいね。ああ、またパーティー最後までできなかったね。ごめんな。ん？キョーマ？あ、いや。さてと、これで政府は僕たちがあの爆発に巻き込まれ命を落としたと思ってくれるはず。ああ、あとの工作は天のおじさんたちがやってくれる。俺たちの身代わりも用意してくれた。ご時世とはいえ気持ちのいい話じゃないわね。これからの活動のためだと言っても、どうせストラト4をはじめとする組織の連中にはいずれ悟られるだろうがな。それでも新しい政府に全て管理されて身動きが取れなくなるよりはいいですよね。そういうことだ。だが今ならまだ戻ることはできる。あとは君がどうするかだ、ヒア嬢さん。あなたたちは本当にいいの？何もかも捨ててしまって、失敗することが分かりきっているこんな作戦に身を委ねていいの？失敗はしないにゃ。はい、僕たちは信じてますから。私はやっぱり信じることはできない。無理なのよ、私にはもう。一度失敗してしまったパーティーはやり直すことはできない。世界を構築するのは数式、解が導けない道理はない。人が意志を持ち、知恵を使い、選択し、行動する。目的と結果を丹念に調べればそこに必ず解はある。それは、世界は無限の可能性に満ちている。何回も何千回も何万回も挑戦すればそこに解は見つかるはず。あの時全てから目をそらし諦めていた俺に君が言った言葉だ。そして今の君はあの頃の俺と同じだ。でもだからこそ言う、もう一度俺たちに協力してくれ。君ならやれるはずだ。あの時見出せなかった解を求めることが。あの時は何も分かっていなかっただけよ、あなたがどれほど苦悩したのか。でも今なら理解できるわ。私は失敗したの。その失敗は二度と取り戻すことはできない。今さらどう努力したところで、挑戦したところで、何もかも無駄、無意味なのよ。いや、あの頃分かっていなかったのは俺だ。先に待つ未来がどれだけ悲惨な状況なのか。でもな、今は思うんだ。無意味なことなんて何もないんじゃないかって。たくさんの失敗した時間、取り戻せない過去、その全てが必要で、その先にこそシュタインズゲートへの道があるんじゃないかって。岡部さん、やりましょうよ先輩。クリス、お久しぶりね。岡部凛太郎さん。アマデウス、そうか、ヒア嬢さんのもとに。本当はいつかこの日が来るのを待ってたんですよね。そのために6年もの間一人、何度も何度もタイムリープマシンを作り直してきたんでしょ。ヒア嬢さん、先輩ならできます、必ず。私にも作れなかったより高度なタイムリープマシンと、そしてタイムマシンを完成させることが。クリス、ねえ岡部さん、一つだけ聞かせて。シュタインズゲートはある？見つけるさ、必ず。君たちの力があれば。君たち？ああ、ヒア嬢さんと君だ、クリス。あ、失敗してしまったパーティーはまたやり直せばいい、何度でもな。人は何度も失敗を繰り返す。それでも決して挑むのをやめることはできない。
その中で少しずつ、ほんの少しずつ海へ向かうことができる。それもまた人間。そして私は、私からお願いするわ。あなたたちの仲間に入れて。ヒヨジョウさん。そう、私はやはり人間なのだ。ダル、ウー、フェイリス、ハリニャン、ルカ、はい、ヒヨジョウさん、ええ、クリス、オッケー。それだけじゃない。ユキさんに、クルシマさん、中瀬さん、天王寺さん、萌えか、マユリと鈴葉、みんなのおかげで俺たちは再びスタートラインに立つことができた。みんな聞いてくれ。俺、岡部凛太郎はこれよりオペレーションナグルファルを発動する。目的はタイムマシンの完成、そしてそのための組織ワルキューレの結成をここに宣言する。さあ、世界を相手にした新たなパーティーの始まりだ。ああ、これでいいんだよな、マユリ。